はい、どうも皆さんこんにちは、ハンニャでございます。さあ、今回もバイオハザードゼロ HD リマスターの方やっていきたいんですけども、前回ですねちょっとアイテムをね、ちょっと持ちすぎてて、それでちょっとねどうしようかなっていうのに悩んでたんですけども、動画の最後の方に、置けるという事実に気づきましてですね、全く意味のない行動を、してしまいました。申し訳ございません。とあと途中からですね、あのコスプレができるっていうところにも気づきまして、まあ、ちょいちょい動画の途中とかでですね、キャラクターのね衣装の方を、変えていこうかなと思っております。では、早速続きの方行きましょう。フックショット多分ね使えるのここだと思うんですけどね、もしくはサソリが開いてたところ、多分ここだと思いますね。どうや、あ、行っちゃったよ。降りれんの次、ちなみに大丈夫。うわ、またこんな感じ。こちなみに後ろには行けない感じ。後ろには行けない、行けないで、方向転換が結構難しい。いや風がねここ入れんじゃない、やっぱり飛び降り大丈夫これ。いやー、いやー、ダメ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 。死んだ。オッケー、ちょっと持ってきすぎた。ナイフも欲しいんですけど、当初の目的はナイフではないはず。取りません。で、これ多分外出れない。あ、でもナイフ使わないといけないんだったかな、確か。そんな気がしてきた。ジュエルボックス。この中に多分、あれが入ってるんでしょうね。違う、調べるの方やね。開けましょうかね。はい、やった、銀の。シルバーリングね。はい、フックショットいらないけどまだ使うんでしょうねこれ。でこっから出れないんですよ、あのヒルがいるんで。カカカカカカカ、やめて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 。出てきたよ、まずいよこれ。生まれたよ、あかん、これはあかん。これあかんかんねーやね、これね。これあかんかんねー。これ使えないのこれ。あー、使えない。ナイフね、いると思うんすよ、ここ多分。いやー、これ。まずい。ヒルだらけのとこを多分かいくぐって降りないといけない。いやー、ちょっと。痛い痛い痛い。これナイフじゃないとね、振りほどけないんですよ、確か。こっち、いかんでいい方来ちゃったね。間違えたよね。で、あんだけ折ったヒル、どこ行ったんよって話なんですけど。体についてるの外れてますね。ヘアを出たら外れるみたいですね。なので、ここは突っ切って、下降りましょう。いやー、まあ、踏んでも倒せるんですけど、もう体にね、張り付いちゃうんですよ、こうやって。張り付いてたでしょ。多分下行ったらね、剥がれてると思うんですけど、あれがね、多分ね、微妙にダメージ食らい出すと思うんですよ。帰ってきた、帰ってきた。ただ、ここよね。ここにね、エドワードがいた気がするんですよ。弾あれへんで。倒せる？これ。いけるかな、まだいけるか。オッケーオッケー、よかったよかった。どこやろね、どっかにね、確かね、エドワードがね、ゾンビ化して、この車両でね、戦うっていう記憶がね、若干あるんですよ。オッケー。これで、カバン取って、ちょっと待ってよ、アイテムを渡しましょうか。
1個しか渡せないかな。あ、これを、あ、まあ何でもいいんですけど、置いてもいいんですけどね。出しといて、でカバン拾って、で、シルバーリングをつけると、でこれを調べる。開ける。中に入ってるものは何でしょうか。来たよ、カードキー。これでね、後ろのブレーキと前のとこに行けるはず。でこれ多分ね、分かれないといけないんですよ。後ろでブレーキと前の車両の部屋、車両室なんていうんですかね、両方で多分ブレーキかけないといけないんで、分かれないといけない気がしますね。まずいですね。あ、そんなことはないか。後ろは多分暗証番号を入力やけど、多岐に前に行かないといけないのか。で今アイテムがどんな感じ。1個だけ空きがある、1個だけ空きがあるから、どうしようかな。これ持ってっといた方がいいね。火炎瓶、ヒルがね、人型になって出てくるとちょっと厄介なんですよ。なのでこれで、あっちもった、間違えた。これでいきましょうか。違う、多分ね、カードキーで開けるとこまではまだエドワードいると思うんですよ。で、車両室行ってからの帰りぐらいに多分いなくなってると思うんですよね。Come on! Okay. これちょっと渡すアイテムを買いましょうか。いや、いけるか。フックショットね、あとどこで使うんかな。多分もうね、いらないと思うんですけどね、あと1回ぐらいで。なぜね、ボックス2つ使うアイテムは結構厄介ですね。あとはそのビリーにショットガンを持たせるタイミングをちょっと考えないといけないんで、この先が怖いですよね。ちょっと待って、もう一回確認しよう。はい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 、なるほどね。ただショットガンをね、もったいないって考えすぎて温存すると多分ね、食らっちゃうんで、それぐらいだったらもう弾をね使う方がいいです。この先が怖いところ、ちょっと一回セーブしときましょうか。そろそろこの辺でね、さすがに長いことセーブしすぎてないんで、多分ゲーム自体1時間3時間ぐらいやってるのかな。まだ最初に動画の1回目でセーブした以来してないんで、チェンジして一回セーブします。はい、まあ本当はね、あんまりセーブしなくてもいいんですけど、まあ全然セーブしなくてもいけるっちゃいけるんですけど、万が一ね、詰まってしまうというか死んでしまった場合のね、セーブデータがないとまたそこからやり直しになっちゃうんで、さすがにそれはちょっと辛いですね。ゲーム実況してなければ、まあそれでもうわー最悪やってなると思うんですけど、それだけは避けたいんで一回セーブしておきます。はい、で、カードキーを使うところまで来ました。エドワードまだいる。で、ヒルどこ行ったんって話よね。これを使う。あれ使えない。こうでしょ。 OK。 いらんのこれ、マジで。後ろのやつは、あ、いらない感じね。まあいいや、空きが1個できたんでね。じゃあ行きますよ。あれ、あら、
列車爆破計画ですね。How far away are you from the nearest branch line? About 10 minutes, Duke. What happened?チャーってね。こんな奴らのとこ行かなあかんのかよって思うと嫌ですね。ちょっとどうしようかな。多分ね、ちょっと頑丈だったはずなんですよね、あの兵士のゾンビ化は。これなんか使えなかったかな、ここ。これ多分今は倒れたままですね。この後よね。これ厄介よね。機関部が破壊されている、修理は不可能だ。ここは多分意味がないと。まあ、列車はじゃあ誰が動かしてんねんいう話なんですけどね。今まではあのデルタチームが。Train will either derail or crash. I gotta stop this thing. まあどうやって止めんのっていう話ですけどね。ブレーキ操作マニュアル、ブレーキ制御装置の使用について。ブレーキ制御装置を使用するためには以下の3つの操作が必要です。3つもあんのか。レベル1操作の起動、ブレーキ制御装置は、車内の以下の場所に設置されています。1両目運転室、ここやね。で、5両目後部で、やっぱそうですね、僕が思った通りですね。前と後ろ両方で止めないといけないんですよ。で、起動する場合は、専用磁気化、これ掘ってよかったん？え？大丈夫これ。もういりませんって出たよね。大丈夫？この段階で運転室と後部デッキ両方の電源が入ります。え？後部デッキ側の装置、え？掘ったで。大丈夫これ。セーブしたけど。セーブしてからやったから大丈夫よね。うん、最悪の場合はね。はい。だから一回ここでね、終わったら動画止めたいと思いますけども。レベル2、後部デッキコード入力。後部デッキ、あ、入力あったよね。はい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 。6回中。あれでだから全部いけるようになったのかな、わかんないですけどね。入力が終了すると、運転室でのコード入力が可能になります。後ろで一回コード入力して、ロック解除してから、今度運転室でコード入力すると。レベル3、運転室コードの入力。まあまあまあ、なんか、コード入力だらけってことだよね。ただこれ前と後ろで、これね、ビリーが後ろ行った方がいいよね。レベッカここにいといた方がいいよね。うん。ここはビリーの方がいい。I'll go over to the back deck and manipulate the control panel for the brake. Then you apply the brake from here, okay? All right. Billy. What?やかましいわ。ちょ待って、今出たらあかんって。3分。アイテム持てない。ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。これを渡しといて。これちょっと持てないぞ。大丈夫か。ハンドガン弾はあそこ置いとこうか。これを拾って、んで、今はそれどころじゃない。だから今はもう交代できないということですね、この状態だと。だから急いで行かないといけないんで、借款使います。はい。がっつり使っていきます、もう。ここ最初の2人の敵に関してはもう、どんどんぶっ放していきます。いくで。よいしょ。リロードして、はい、こっちいらっしゃい。はい、よいしょ。もう一回リロードして、はい、どんどん行くよ。さあ
こっからゾンビがどんだけ出てくるかね。ほら動いてるやろ、ここおれへんやろ、でエドワードもおれへんやろ。おるね。これまあいっか、とりあえずここで使わんともったいないから。でエドワードが多分この先の先でおるはずやから。ただ回復もできないよね、まずいね。まあ、エドワードにはもうぶっ放す。おるな、なんておるやろ。この迂闊に見えないから前に進めない恐怖。でも時間は迫っている。非常に厄介だ非常に厄介だ。非常に厄介だ。3体もいる。ほう、もう1体おるな。やばい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 、当たらない。うん、これちょっとまずいね。オッケー、2発ずつしか入れないってちょっとまずいよね。体力どんな感じ？まだファイン。オッケー、行こう。ただ弾が少ない。でエドワードがどこ出てくるか分かんない。多分この先でエドワードだと思うんですけどね。で時間が今1分40秒って書いてたよね。非常にまずいぞ。倒しきれるか？これよ、これがエドワード。これをね倒し、もう一体立ててきたで。あ、でも死んだね、エドワード。オッケー。ちょどいて、ちょっとどいて。あとはね、あの厨房にもおんのよ。エドワード意外と尺貫だとあっさりいけましたね。ただ弾が残り4発。さあまずい、残り1分8秒。いや怖いね、これ大丈夫かな。ここもいるんよ確か。あ、いない、ここにいるんかな。どうだろう、ちょっと待って、回復は取れ、まあ後でいっか、後でいこう。うん、まあとりあえず早めにはつけましたけど、これもう一回行かなあかんってなって多分無理よね。はい、さあ時間が58秒。あのカードのキーが分からへんねんけど大丈夫？ちょっと調べとこう。これ、ブレイクシステム、ロックカード、番号は書いていない。気になるのはこの568006と上のカードの番号、多分関係ないと思う。ちょっと待って、暗証番号何？これでブレーキを操作、装置を操作できる。これ何これ？あかん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 。そういうことね。3、4、5、6、7、8、9、10やから。72、77。あ、くまむら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 。This is Billy. I've engaged the control device for the break. Over. Roger. I'll put the break. 頼むで。レベッカ。これまだ時間。これまずくね？これまずくね？18秒しかない。あかん。まずい。ちょっと待って。これどないすんの？4、4、4、4、4、4、24、28、32、35、36。いけた？いけたー！あ、結構ギリギリやったよね。危な。
まあおそらくこのパートで列車は終わるのかな。止まる？大丈夫？回復1個取れなかったのと弾1個取れなかったの辛いね。あと多分ナイフももうないでしょこれ。取り忘れアイテムがちょっと多いのが辛いところではあるんですけども、もしかしたらこれで落ちた時に拾ってなかったアイテムが全部近くに落ちてるっていうパターンであれば嬉しい。そしてあとフックショットの持ってる意味が今後出てくるのかどうか、これが気になりますね。ということで、ということでじゃねえ、いるやん。ちょっともうビリ倒してそれ。そんな弾使って大丈夫思って。ビリ絶対弾なくなったやろ。使いすぎちゃう？ちょっと待って。ね、だよね。どうしようかな。交換で、こうしとこうか。これまずいな。これも渡しとこうか。でビリーはとりあえず弾打たせへんようにしときたいから、あ、やっぱナイフは落ちますね。いっぱい落ちてる。これ何？なんか光ってるよねこれ。これ何？あ、ナイフか。やっぱあの最後に拾えてなかったやつが拾えるようになってるって感じですね。これはノーで、でもナイフ持っときたいな。これがいるんかどうかが気になるとこなんですよ。フックショット、これいらんのちゃん。とりあえず置いときましょうか。とりあえず置いといて、フックショット使えたらまた取りに来ないといけないですもんね。ナイフと、ナイフは2本欲しいんですけど、とりあえず優先順位からするとこれよね。救急スプレー、この2本を取って、あ、まだ持ってるんか。ナイフもう1個取っときましょうか。もう多分アイテムは落ちてないと思うから、こっちちょっと確認しようか。あ、これいけない。ナイフだけ持ってフックショットがまた必要であれば多分出てくるんで戻るしかないってなるでしょう。はい、だからナイフをねやっぱりいざって時に使わないといけないんで、交換。まあこの状態だとね何もアイテム持てないんで辛いんですけど、でビリーもやっぱりあれやね、装備さしとかなあかんよね、ハンドガンね。はい、ただちょっとねあんまり無防備に撃ってほしくないっていうところはあるんで、行きましょうかね。この先がどこになってるのかな。ああ、こんな感じか。下水を通らないといけない感じか。でもこれフックショット取りに戻る余裕ないよね。あとちょっとレベッカ、これパンツ見えるんちゃうかなっていう、ちょっとこのこの微妙なこのアンコール気になるところなんですけど、まあそういうのは置いといて、これゾンビかな、なんかいるよね多分。大丈夫これ。とりあえずフックショットはここに置いていきましょう。よし、この後入ったらねレベッカの白いナースの衣装が汚れちゃいますけど、さあどこにたどり着いたのか、それが気が気になる。これもしかして、もしかする洋館ではないね。幹部養成所に着いたということですね。で
ここで出てくる写真なんですけども、これね、さっき列車にも出たこれね、はい、初代所長ジェームス・マークス。でこれを監視しているウィリアム・バーキンとアルバート・ウェスカーですね。Attention. This is Dr. Marcus. Please be silent as we reflect upon our company motto. Obedience breeds discipline. Discipline breeds unity. Unity breeds power. Power is life. Who are you? It was I who scattered the T-virus in the mansion. Needless to say, I contaminated the train too. What?Revenge on Umbrella. Come out, this guy. And this guy, about this, we have to talk about it again. But, well, this is this, right?10 years ago, Dr. Marcus was murdered by Umbrella. You helped them, didn't you? はい、ということですね。列車は、とりあえず脱出して、たどり着いたのがここ、アンブレラの、幹部養成所ですね。ここからまたね、続きの方やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。